おはようございます。10月24日第793回ポゴナカワイアニマルラジオになります。今日はね、ベトナム南市ジャメですね。お家に来て多分こいつも10年近く、経っていると思います。ちょっと若いオスで来たんですけどね、10年経って8、9年はでも間違いなく経ってると思うんですよね。で、いいメスがね、ちょうど昔、最初に買ったやつがね、甲羅も模様も綺麗で、頭のスポットもね、すごい綺麗に入る、もうほんと虎みたいなね、感じの、頭をしていたメスがいたんですけど、まあ、こいつと交尾してる時にやられてしまったんですけどね。ね、それに合わせるのに頭にスポットが入ってるオスが欲しいっていうのは、まあ、これも当時あったスパーブスケールさんで購入した個体です。で、まあ、リクエストでね、その頭に模様が入ってるオスをっていうことでやってきたのがこいつだったんですよね。まあ、当時ね、当時、今もベトナム南市そんなに、人気はないんですけど、僕がこのカメを見た時に最初にね、本当にかっこいいカメだなと思って、これはと思ったのがそのメスを買った時に、もうメスも高かったんですよね。いい値段してるけど、このかっこよさならその価値があるなというふうに思い、ね、購入したんですけど、まあやっぱりね、オスが荒いですよね。完全に、もう交尾させるつもり満々で、一緒に入れてたん で今もね、複数の、メスがいるところに入れてるんですけど、まあ本当によく盛ってて、本当にね、殺しに行ってるんじゃないかぐらいの勢いでね、ガンガン交尾をするんですよね。そして気がつけばね、頭の幅もちょっと広くなってきて、そして顔もいかつくなってね、そして 前足すごいいかつくなってきますね。まあ、尾っぽはちょっと噛まれちゃったんでね、あんな感じになってますけど、まあ多頭飼育してるのがね、そういうものなんじゃないかなというふうに思います。顔も非常にかっこいいんですよね。上からちょっと、上からいけるかな、こんな感じでね、スポットが出るタイプがいるんですよね。全くないのもいればこんな感じでスポットがあるやつもいて、でおそらくスポットがあるやつをしっかり類代するともっとね、よりスポットがしっかりしたやつが出るんじゃないかなっていう気がするんですよね。まあそれがその持っていたメスがそんな感じだったんですよね。だからスポットガール同士でかけたかったんですけど、残念なことになってしまいました。で、まあ10年ぐらいね、いろんなね、メスとかと一緒に、過ごしているので、甲羅の方もね、ちょっとツルッとしてる感じで、摩耗が若干している感じですね。まあ、複数飼育でね、まあ、毎日水の中でガッチャガッチャやってれば、ね、削れていくのはまあ当たり前なのかなという感じだと、思います。このね、顔の模様もかっこいいしね、口のあたりとかね、まあ、本当にいいところがいっぱいあるカメだと思うんですけどね。まあ、ちょろちょろと最近出回っているのは見かけるし、ね、好きで飼ってる方も見るんですけど、まあ、当初僕が飼った時はね、あんなのハイブリッドだとかなんかみんなにすごい言われたんですけど、いやいやいや。で、いろいろ調べるとね、その昔入ってきたベトナム南市の中でこのタイプともう1タイプいたのを見つけてね、まあ、やっぱり昔から入ってるんだなと思いながら、で海外のね、インスタとかその辺も調べてるとね、このタイプが出てくるんですよね。まあ、いろいろ調べてね、ちゃんと、まあ、あと安定してますしね、形質がぶれないですよね。このタイプがずっと生まれ続けてくるんで、やっぱハイブリッドだとね、どっちかに寄ってみたりね、ちょっとその生まれてる子供自体がね、全く同じじゃない場合があるんですけど、こいつらに関してもね、同じカメがずっと生まれ続けてきているという感じです。って言いながら、まあ、うちでは増えてないんですけど、ブリーダーさんというか、まあ、増やしている人がね、からかなり買ったんじゃないかな、僕は。はい。で、タコとか特にね、安かったんで、タコを買ってみたりとかね、いろいろやってたんですけど、ただ、未だに、まあ、繁殖というか、まあ、卵は産んでるんですけど、ちゃんと陸場を用意してないでね、水中産卵になってしまうことが多いんで、まあ、水中産卵で発生しないで終わってしまうということが多いんでね、まあ、今後はそういうのも課題にしていくべきなのかなというふうに、思っています。非常に丈夫でね、そしてかっこよくて、まあ、サイズ的にもまあまあいいサイズまで来たんですよね。もうちょっと大きくなっ
ってるような気がするんで、まあ、いっぱいいるところでね見てるんであれなんですけど、もうちょっと大きい個体を見るんで、あと 1,2 センチは伸びるのかなというふうに思っています。本当ね、かっこいいカメって考えるとね、もういろんなカメがいすぎてね、もうこれも欲しい、あれも欲しいってなってしまうんですけど、まあ、そこをね、自分の、飼育できる範囲と、ね、自分の、ね、趣味の中で優先順位をつけて、飼育していくっていうのが、ね、が一番、ベストなんじゃないかなというふうに思っています。さて、まあ、私事ですけど、昨日はね、まあ、サッカーを見に行ってね、久しぶりに勝ったんでね、本当嬉しすぎてね、本当はもう夕ご飯ね、食べてたんですけど、夕ご飯食べた後にね、もう一杯飲みたいなと思って、でやってる店が安楽亭しかなかったんでね、安楽亭でちょろちょろって焼肉を食べてお酒を飲んで帰ったんで、まあ、まだなんかちょっと頭がねぼーっとしてて、なんかまあ二日酔いってわけじゃないんですけどね、お酒を遅い時間に飲むことが最近あまりないんでね、いつも5時6時ぐらい飲んでね、そこからもう抜けていくだけなんですけど、昨日は5時ぐらいから延々と、まあ、サッカー、まあ、スタジアムでも飲んだし、戻っても飲んだんでね、結構ビール飲んだんですね。なのでまあちょっと体の具合がね、あまり芳しくないですけど、まあ勝ったので全て良しということでね、まあ、あとは自業自得というところでね、勝ったのことにかっこつけてね、夜酒を飲みたかっただけという話もあるんですけどね。なんでまあ僕はね、まあ子供もいてって感じで、結婚しててねっていう感じなんですけど、まあ好きなことを結構やっているのでね、まあ嫁子供か、まあ子供とはよく接してるけど、まあ嫁には迷惑かけてるかもしれないですよね、ような感じなんですけど、ただやっぱりね、一度きりの人生、自分が好きなことっていうのをね、やっていかないともったいないっていうのが、まあ僕の持論になっています。まあ僕の父親はね、もう仕事だけみたいな感じの人だったんで、まあ、そこを見て育ってね、やっぱりでもちょっとかわいそうだったなっていう気がするんですよね。自分がもっと好きなことをやってもよかったんじゃないか、まあそれがなかった人なのかもしれないんで、まあ好きなことはちょろちょろあるんだけど、じゃあそれを全部やりたいかって、そういうわけじゃなかった人なのかもしれないんで、一概には言えないんですけど、ただやっぱり人生ね、考えると自分の好きなことだったりね、やりたいことっていうのが、まあ我慢しないといけないときはもちろんあるんですけど、それをじゃあ全部我慢という言葉で片付けてしまっていいのかなというふうに思ったりしちゃうんですよね。まあ、そう考えるとね、そのうまい、なんていうんですかね、ここまでは大丈夫だけどっていう、線引きを自分でしてね、楽しむっていうことが本当に大事だと思っています。でましてね、亀飼育の趣味なんていうのは、我慢して我慢して飼わないでいて、いつか飼えるかっていうと、本当に飼えなくなってしまう可能性があるんですよね。まあ、もちろんその国内でこの種類は増えてるから、まあじゃあお金をどうにかね、いっぱい貯めたらどうにかなるよねっていう種もいれば、まあ海外で増えてて正規でしっかり入ってくるよねっていう種類もいると思うんですよね。ただその中でもね、これがダメになり、あれがダメになりっていうので、まあ最低数値になってね、ちゃんと増えてる個体がほとんどいないとかね、国際的にはちゃんとした繁殖場がないから日本には輸出できないし、日本で増えていないみたいな種類が出てくると思うんですよね。だそうするとそういうものが飼えなくなっていってしまうのと、その我慢するっていうのをね、狭間に立ってる趣味だと思っています。まあ、あとはまあ他の趣味もそうなんですけどね、まあ、でもサッカーなんて言えばね、サッカーチームが続いてくれる限りは応援しに行くことができるんですよね。だこれは趣味に上下があるとかそういうわけではないんですけど、まあ、その辺のさじ加減をうまく考えてね、サッカーはね、もう行こうと思えばいつでも行けてしまう。それはあとで自分が行くか行かないかって話なんですよね。だけど亀はね、その時いて飼わなかった時にね、じゃあ次その亀がもしね見つからなくなってしまって10年20年経って後悔するということがあるので、まあそうならないようにね、考えながら飼育すべき、まあ手に入れたりするとか、そういうものなのかなというふうに思っています。まあ趣味を拡大させるようなね話で申し訳ないんですけど、はい、なんでね、まあちょっと話がゴタゴタしてきてあれなんですけど、まあやりたいようにやってね、なるべく前に進んでいくっていうことですよね。前に進んで自分が楽しめるようにするということを考えながら
そして、まあ、あとはでもね、生き物なので飼育できる範囲っていうのを考えながらね、そこのさじ加減を自分でしっかり持ってね、ラインを引いてうまくやれたらいいのかなと思います。ということでね、ちょっと今日は最後の方は何だかよくわからない話になってしまいましたが、ベトナム南シガメ、うちに長くいるオスをちょっと紹介させていただきました。また明日よろしくお願いします。ありがとうございます。